当社の鳥居、入って、すぐの左側にはご神木が見える杉山神社は、神奈川県横浜市西区にある神社。旧戸部村の鎮寺で、横浜市内唯一かつ旧、武蔵国の式内社である、杉山神社の論者の一つとされている。旧戸部村に鎮座していたことから、戸部杉山神社とも呼称される。白地三年、当地を開拓した杉山の一族が、 出雲大社の大名口の命の分霊を沿電の浜に祀ったと伝えられる。さらに、当社の創建後には、近隣に杉山の名が付く神社が多くなったとも伝わる。江戸時代には杉山明神社と称していた。また岩城寺を別当寺とし、幕府より主因地を与えられていた。その後、1873年には孫社に列している。なお、 現在の本殿は1956年に再建されたものである。五社殿と聖徳大使殿フェンスの外側より、撮影境内の面積は約3600平方メートルで、以下の境内車や像などが設置されている。なお、境内車のエリアは、風紀衛生防犯上の理由により閉鎖されているため、参拝を希望する場合は、社務所に申し出る必要がある。詳細は、 神社町の斎藤参照。杉山神社は河川沿いにある場合が多いが、当社は片平川水系の石崎川沿いに鎮座している。また、境内からは古墳が一基発見されている。なお当社は横浜市南区南大田にある杉山神社の兼務者となっている。神奈川県横浜市西区中央一の13の1。 AB 神社長のサイトや、境内の社頭掲示板などでは、白宝3年や良い20日の創建と記されている。白宝は、白地の別称ともされる、一年後であるが、2002年には、創建1350年を記念して、コマネズミが設置されていることからも、前日の白宝3年は、白地3年を指しているものと思われる。なお、関係は不明であるが、 茅ヶ崎中央の杉山神社も白鵬三年の創建と伝えられている。当地周辺は西戸部大地にあたり、かつてはすぐ裏手まで海が来ていたという。付近には塩田のあざなが残っている。ありがとうございます。